俺今日めっちゃ喋るわ。てかミッド連中おうるさいぐらい喋る、結構喋ってくれてるイメージあるけど、だからファイトしてる時とかさ多分喋れてないから、もっと余計なことしか喋ってないか。そんなこともない。CSO としてある。ちゃんとやるよ。じゃあさ、もしかしたら俺の評価低い？いや、やっぱあのクリップは本当。まさかまさか。違うよ、あれは悪意のある切り抜きですよ。変更報道って言ってるけど。でミッドにウルト上がるから、俺一回、こっからウルト打ちに行くわ。じゃあ俺合わせるよ。全然まだじゃないでそこ。まああるだろうね。ちょっとボット今主導権相手。なんか高谷今言ったやつあるけど。これファイティンファイティンファイティンしてるねミッド。あミッド相手を見てる。俺が先に QR する。ウイトルもやってる。あバルファーカイ逃げていいよ逃げていいよ逃げていいよ。いや無理。あれ本当に無理だったか。いやポッピーの W でウルト防がれたんだよね。まあでもフラッシュだったから行ったかも。まあナイスパイナイスパイ。うんフラッシュだったし。いやでもシャレルもウルト当ててくれ。いや俺は倒せるからいいのよ。お前逃げればいいんだよ。いやそう分からんよそれ。ガンクの前に話してくれと。お前じゃあセジャニのウルト外した時にちゃんとお前引いといて。そっちの中ちゃんのが好きか。いやこんな VC 聞いたことないよ。もう今日喋るって決めたから。トミニクワさんこれ甘えたら殺す。甘えたら殺す。フラッシュあるいや俺もミッド言ってるよ。俺結構引き身ね。ボットも来るよボットも来るよ。ナーは来てないナーは来てない。でもボットってさこれ以上アクションできんの相手。相手もボット不利だと思うよ、まあ、来る可能性があるってこと。だから今ファイトしたら勝ってたよ。俺がウルトインでタリアフラッシュあるのにあのタワーまでキルはできないよ。ポッピー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 じゃあポッピーって言ってくれ。お前が狙えよシャルルも一番好きだろうが。いやタリアにウルトしたんだからタリアだと思うじゃん。でポッピー来たからじゃあやめておこう。間違ったこと言ってるよ俺。リプレイ見ようリプレイ。40秒だからノリスクだから早くなんかパッパしよう。割れないか。いや殺してくれ殺してくれ殺してくれ。ここのウェーブ高いワンウェーブプッシュしてミッド歩いてきて。で俺ねこのウェーブプッシュできないトップ見えないから無理。ミッド寄るわ。ポッピーわかんないよね。いやあんねダメだポッピーボットサイドにいるの分かりきってたから。ポッピーボットサイドいるってコールあった今。え、うん、トップにいるわけなくねそもそも。いやだからそう言ってくれ。そのなんかシャルルが当たり前がね。当たり前だと思ってほしいかも。理解してないから見てほしいかもしれない。あ大丈夫大丈夫いないわ。あれっすね。リコールしてない。こっちバルス釣り行こうバルス釣り行こうバルス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 行こう。オッケー見る行こう行こう。あ手前からでいいわこれ形割り。これ大丈夫。これ俺めディールするね。飛んでない誰も飛んでないよポッピーは。ごめん俺も耐えれない。うんこれ見たらバックだな。バックやな。いやまあ、狙いは悪くなかったんじゃない。いや今のはね俺はキャッチできたね。アーリーがそもそもこっから RR でいけてた。アーリーインなんだよね。それ先に言ってくれよ。じゃあミッドバス見えたら当たるって言ったやん。いやそうだけどさ別にセジュのウルトを当てるのかなって思ってる。だったら先に言えばいいじゃん。アーリーって先行ってって。分かったじゃあ。あまりになんか結果が遅すぎそれ。俺より遅く来ないで。俺がいたら俺の先に歩いて。先に行くよって言って先に歩いて。ウルト押して先行けって言えばいいじゃん。ちなみに俺でもセジュから入ると思ってた。コールがシャレたんだからキルライン難しいな。まあまあリプレイ でリプレイでよ。集団戦からアーリーから出るからアーリーから入って。集団戦とキャッチのまあいいや。ミッド3人いるね。うん後でやろう後でやろう。意外とダメ取るの。でもポッピーマオカイ相手に。おい何があったんだよ、うん、ここに来てジャグミッドライン、ね、めちゃくちゃいいことが分かったこの試合で。うちのミッドレーナーはただのディーラーだ。違うもうシャルタどういうタイプのミッドレーナーかっていうのがディーラー系のミッドレーナー。ただ自分のただのいらんねん。まあでも実際それは間違いじゃないと思う。だって俺あんまありつかない正直。なんかアーリーじゃなかったそういうジャンプ使わない。うん俺も納得はあるその意見は。でも俺から言いたいことはうちのジャングルはなんか後でなんかあの自分を正当化する。いや最初から言ってたけどね。いやでもあのセジュアルのエンゲージのとこは、いやあのセジュアルのエンゲージのとこ俺はマジでシャルルから入ると思ってた。なんかアーリーの自覚がない。アーリーやってる時はコール戦えるコールをタカちゃんにするってのは2つの問題が別だと思う。俺がアーリー浅いっていうのとなんかそのシャルルの動いてほしいんだったらそう言ってほしい、うん、ちょっと待ってアーリー乗ると何秒だと思ってるクルタイム。まず質問。でも俺セジュアーリーで毎回アーリーからエンゲージしていいじゃあ違うそうじゃない。逃げたりする時もそうだね。アーリーのとのくれたら何秒。48秒ぐらい。ポケットモンスターライジンシャルル。そんなに近いのになんで。あなたはどっちを選びますか。
いや、俺はそこ以前の話じゃない。次の発売、俺手順はにあるかわない。まあちょっと見てくれ、なんでこれ R から入ってねえの、なんで俺のウルト待ってんのってやつ、ここをさっさと R で入っていいすりゃよくね。まあなんか俺の考えだと R から入ったらチャーム避けられる可能性があるからセジュアニから入った方がいいかなと思って、まあこれはじゃあ俺 R からしたかったのよくないわ。お前が外したら俺のウルトが当たって、俺のウルトが外したらお前のウルトが当たってってやつで、で先に R が入って E を打ってかわしとこに俺が R を打つんだよね。じゃあ俺がやめてほしいこと言うね、そうなんか事前にそう言ってないのに終わった後にあのさ今のさみたいなのやめてほしいマジで。いや R ってそうでしょ。いやそうじゃなくてそれプレイじゃなくてそれをやめてほしいって言ってんの。それを言ってるやん、その集団戦それをやめてくれって言ってるの、うん、こことか見てほしいんだけど、お前の R から入ったらこの石畳食らってないし、じゃあプレイじゃなくてコミュニケーションの話してるんだよ。さプレイはじゃあ俺言ったよね、今 R のウルト悪かったって、これウルトから入ってきた R から入れってずっと言ってね。そもそもこの時点じゃなくて集団戦からでしょ、アーリから入ってくれって言ったの。この前もアーリから入れって言ったよな、集団戦でしょ。ここのさ、なんかいや集団戦じゃん、ガンクの時の、いやちょっと待って、シャリさんそれは言ってない、あの毎回アーリから入ってねって試合始まる前にも言われてないし、この時点の前には言われてない。なんでアーリ使ってる、ロンテンにさないで。いや意味わかんないでしょ。そうだ、ミクロの話今してもしょうがないから、ここは俺はコミュニケーションの話をするべきだと思う。これねミクロじゃない、これマクロの話なんだよね。じゃあこれそもそもアーリっていうやつを運用するときにどうするかって話なの、うんうん、でもそこはやっぱアーリを使ってなきゃ、アーリの理解度が高くないとできない判断もあると思うの。そのデッドラインが怖いとかさ、やっぱそれこそ大会だから死にたくないってのもあると思うし、まあ、あとここを俺タカイに寄ってくれって言ったじゃん、お前なんでここでこんなことしてんの。聞かねえか、思ったけどタリアもアリティが来るからこう 1v1 で止めようと思った。でそしたらタリアがローになったら俺一気に止めるでしょ。ナイスそれ、その頃にはもうここの集団終わってるけど、えバイアールバイのウルト中じゃない、なんかやれって言ってんのにやらないんだったら、じゃあもう俺はもう分かった、統一としてシャルさんの言うことを全部やるから、もうシャルさんじゃあ具体的に指示してほしい、で終わった後になんかそれはこうなんだよみたいな試合中にやめて、俺やめてってお願いしてるの。そうです、試合中に反省会始めるのをやめてほしいってことよね。ちょっと待ってほしいんだけど、じゃあ俺は毎回集団戦の前に高いに全て説明しないといけないの、なんかその前のさ集団戦の時にここのセジュアリのエンゲージ見せて、ここのセジュアリのエンゲージ、ここまずここの段階ら辺で、ここら辺の段階の時に言ったじゃん、そのまず高谷から R すんだよって話をこの試合中言ってたよね、覚えてるねみんな。アーリーからウルトをしよう、集団戦までここはキャッチだったじゃん、キャッチの集団戦も同じやるわ。でその前に高谷なん高谷から行けって、じゃあシャルさんの動き見せて、プレイ見せて。あまずここでずっと歩いていくでしょ、ここであのデイワンが見えたらエンゲージしようって言って、でお前なんでこの位置いんの、お前から入ってたのになんでここにいるの。でここスペクト権限シャルルなの、スペクト権限シャルルなの強すぎる。寄せたやん、だからここから寄せたから寄せたでしょ、操作してんのシャルルなやばい。で行くじゃん、これだと俺からのエンゲージじゃない、だからこのそのじゃすんごいさ、俺たちさこの前に時間があったじゃん、このキャッチも高谷からお願いね、それ一言でよかったっていう話じゃん、このまだずっと時間ある、まだ今のキャッチだって、このキャッチは高谷から行くから高谷もっと前に出ててよかったじゃん。まあ確かにね、それを試合中になんかセジュアリのウルト外して、なんか今のはうーん今のはうーんうーん今のは高谷のアーリーが悪い、高谷こうこうこう言ってほしいんだよみたいな感じで言われたら俺も気分悪いの。俺たち仲いいでしょ、なんでこのさロールになるとこんなになっちゃうんだろうね本当。しない仲いいんですよ俺たち、ね、だから俺サルル一巡目に指名してんの。俺はね、あのアーリーはどうとかじゃなくて、試合中突然反省会が始まってそれで言われるのがまあ良くないっていうことだと思う。その試合の VC ができなくなるからさ、一旦その反省会してる時じゃあ本来の向きは喋ってると、そうそう、いや俺が悪かった、でも俺の、あの要望も聞いてほしい、ちょっとアーリーやめてほしい、分かった、俺もアーリーやめて、それは納得、ね、高谷はディールの方がいいっていうのはめっちゃ納得する、高谷はディーラー型のタイプのミッドレーナーだから、うん、ディーラー型のチャンピオンをちょっとやらせてほしい、俺その感情に入れちゃってゲームしてるから、ここはこうするみたいな、ここのこの連携でやるみたいな、なんか考えたのと違いすぎてっていうね、はいはい、そう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 、うん、うん、よしよかった、いい形で、ごめんごめん、お互いごめんねして、うん、ごめんなさい、せーの、あの、ごめんねごめんね、おーやった、いやよかった、よし、ごおーすんだ、他のフィードバックは大丈夫、ちなみにで、ぼちかはなんであのシス負けたの。丸く終わるのかシャルル、お前は、いや今後のボリビアにかかってくるでしょ、これは